勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合の振り返りの方お願いします。はい、まあ、相手がしっかりと中を固めてくる中で、まあ、ちょっと攻撃が単発になってしまったところもあったりとかで、まあ、うまく攻守の切り替えができなかったっていうところで、まあ、もっと崩しの質を高めるところと、まあ、攻撃と守備がつながってるんだよというところを、まあ、再認識できた試合かなと思います。次の試合の意気込みをお願いいたします。はい、まあ、次の試合見てるメニナさんということで、まあ、間違いなく優勝候補だと思うので、しっかりチャレンジしてぶつかって、まあ、倒したいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。